どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり本当にありがとうございます。先日茨城に旅行行ってきたので、その様子シェアしたいと思います。まず最初は日本三名園にもなっております偕楽園。こちらは四季によって表情の違ったいろいろなものを見れる庭園となっております。この季節は孟宗竹林といって、こうたくさん生い茂った竹がメインになっているようです。この日は非常に日差しも強かったのと、台風が来ていた中での晴れ間だったので、こう水をね、雨をたくさん浴びた後の緑が非常に生き生きとしていた、そんな状態でした。造園当時から枯れたことがないとされている渡玉泉、こちらから湧き出てくる水の透明度の高さには非常に驚かされました。当時の人たちもここから湧き出てくる水を踏んで、それを茶室などで使っていたのかな、などといった物思いにふけってみたりとかしました。今日外めっちゃ暑いんですけど、この中はね、日陰だらけでめちゃめちゃ気持ちいいっす。マイナスイオンを浴びてる気分になりますね。また園内に建てられている高文亭の中にも入ってみました。こちらはですね、徳川斉昭公がご自分で設計されたと言われているような場所でですね、ここで自分の家臣や領民などを招いて催し物や宴、そして養老の会などを行っていたという場所だそうです。当時の人たちはこういった場所に立ってね、この景色を見て一体どんなことを考えたり思ったり感じていたりしたのかというのをこう妄想したりするのが僕的にはすごい楽しいです。緑いっぱいの景色もそれはそれで良かったのですが、ぜひ梅の季節や紅葉の季節などにもう一回行ってみたい場所です。皆さんもぜひ行ってみてください。ガラッと場所は変わりまして、お次はアクアワールド茨城県大洗水族館に行ってきました。まず最初に見ていただきたいのはアシカ&イルカショーです。僕が知っている中ではイルカとアシカのショーを同時に行っている水族館を見たのは今回が初めてで、アシカの芸が細かいイルカショーの方もジャンプが大体他の水族館だとメインになってて、それはそれでとてもいいんですけれども、結構芸が細かいというか種類が多かったように思います。子供たちはもちろん大興奮、そして恒例の水かけ的なものもバッチリとやっておりました。イルカの尻尾ビンタによるボール飛ばし、アシカの大ジャンプは初めて見ました。イルカももちろん大ジャンプなどといった具合に非常に見応えのあるイルカ&アシカショー、これはもうかなりメインなコンテンツになってると思います。入場時間のだいたい40分前ぐらいから並んでいて、普通に座れたという感じなので、ちゃんと見たいという方は早めに並んでいただくことをお勧めいたします。かわいい。またこちらの水族館の推しはサメの展示している種類がとにかく多いということです。飼育員の方々のサメに対する情熱を非常に強く感じることのできる、そんな水族館になってます。本当にものすごい種類のサメがいて、もう見ても見ても飽きないいろんな種類のサメがいました。見たことあるサメももちろんいたんですけど、ちょっと見たことないサメもいたりとかして、その辺も含めて飼育員さんの情熱というのをね、強く強く感じました。サメ好きな方はぜひ行ってみてください。もちろんサメばかりではなく、いろんな魚が展示されています。イワシの大群は圧巻でした。すごい綺麗だけれどもちょっとお腹空いちゃう。他にもクラゲ、定番ですよね。癒しの代名詞です。いろんな種類のクラゲいました。水族館自体割と大きくて、ゆっくり見て回るとだいたい2時間ちょいぐらい僕は時間を使いました。一応インターネットで前売り券が売っていて、ちょっとだけ安く購入できるみたいなので、もしよければ探してみてください。
なぜか横になってしまい、起き上がろうと頑張っているのに必死になっているマンボウが、ちょっとかわいそうだけれども可愛くもありという感じでした。マンボウいっぱいいました。ちなみにここでしか買えないサメのガチャがあります。自分で玉をね1個選んで買っていくスタイルなんですけれども、こちらなんとアクアワールド茨城県大洗水族館が総監修しているという、サメ専用ガチャ、シャークスファースト。今回このガチャをやってみて僕が当たったのはトラザメでした。なかなかディティールまで凝って作られていて、部屋のインテリアに最適かと思います。サメ好きの方はぜひガチャやってみてはいかがでしょうか。またグルメ情報としておすすめなのは鳥銀さんの鶏釜飯です。薄めの味付けで鶏肉の美味しさをしっかりと楽しめる、しかも割とボリューム満点のこの鶏釜飯、なんとお値段が870円ということで非常にお得な価格設定になっているかと思います。本店は銀座にあるそうなんですけれども、もしお近くに立ち寄りの際はここの鶏釜飯食べてみてください。めっちゃ美味しかったです。いかがでしたでしょうか。まあ、今回もっと他に行ってみたいところはあったんですけれども、まあ、僕が行けたところはこれぐらいの感じになりました。その初めて行くところとか初めて行くご飯屋さんとかってこう前評判とかが分かってた方がこう踏み込みやすいかなっていう部分があると思うので、まあ、皆様のその旅行の何かしらのねお役に立てれば幸いです。今回のエピソードはここまでになります。最後までお付き合いくださった方本当にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価ボタン押してってもらえると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。バイ。